ありますあります。動画、オーディエンスっていうのを作るときに、動画を 25% 見た人、動画を 50% 見た人、動画を 75% 見た人、動画を 95% 見た人っていう形でターゲティングができるようになってます。これがこの Facebook の広告の一番、まあ、私だったり他のマーケターもそうなんですけど、革新的な部分っていうのはこれですよね。だ動画を見た人、これはまあヌテラとかね、まあ、ライズとかライブとか全部できるんですけど、ライブだったとしても、まあ、ライズだったとしてもね、まあ、ライズとライブも同じようなもんですけど、まあ、要は動画を見た人で全ての動画、要は動画一個一個に対して、25% 見た人、 50% 見た人、 75% 見た人って形でターゲティングできるし、まあ、全ての動画、自分で指定した動画に対してこういうのもできるし、だからまあより 95% だったら最後まで見てるんでより興味があるという人ですよね。だここはこの辺の人はまあ、ホットオーディエンスっていう呼んでます。まあ、この辺もホットかもしれないですけど、この辺がウォームオーディエンスですね。まあ、ここはマイルドなんで、ちょっとマイルドっていうかも分かんないですけど。で、あんま見てない人、例えば10秒しか見てない人はコールドオーディエンスか、みたいな。冷たいオーディエンスみたいな、そういった分類です。で、キーワードとかだと、コールドオーディエンスです。